大阪府片野郡の一片野郡は、かつて河内国、堺県、大阪府にあった郡1880年に行政区画として発足した当時の郡域は、大胸下記の区域にあたる。片野郡が遺跡比702年頃に、マムタ郡から分割して設置された。片野郡がは、現在の片野市郡津にあったとする説があるが、名称はない。 片野ノ軍の大部分は、片野が原と呼ばれる大地、丘陵地で、工作には適さなかったが、鳥獣が多く生息し、かつ刑からも近いことから、貴族の狩り場となっていた。官武天皇の時代には、利休が置かれたほか、天皇の狩り場があったことにちなむ金屋の地名が残る。また、片野が原は、桜の名所としても知られ、片野ノ軍にあった、これたか親皇の渚院で、 ありわらの成平が、世の中に耐えて、桜の、中にせば、春の心はのどけっからましと読んでいる。式内社、演技式新明帳に記される軍内の式内二21、水本村22、星田村23、津田村24、川越村25、片野村26、岩船村27、氷室村28、菅原村29、山田村30。 牧野村31、正代村32、くずの葉村、ありがとうございます。